会社のフェーズによってですね、やっぱり節税をした方がいいという段階は必ずあるんですけれども、我々もアドバイスをします。ただですね、本来不要な経費を払って税金を圧縮し続けるとですね、どうしてもやっぱり貧弱な純資産になって強い財務体質にならないんですよね。皆さんこんにちは、コドト会計の川名でございます。今日はですね、貸借対照表と損益計算書のつながりについて解説したいと思います。貸借対照表がありますけれども、ちょっとおさらいですかね。貸借対照表というのは資産と負債と純資産が載っている表ですけれども、資産というと、皆さんイメージされるような現金とか預金とか不動産とか機械とか、こういったものの他に貸したお金ですとか売掛金ですとか、目に見えない電話加入券とか、こういったものが並んでいます。負債はですね、いわゆる負債と言われる借入金の他にも買掛金ですとか未払い金、預かり金、あとは未払い費用とかですね、こういったものも負債になります。そして純資産ですね、厳密にはちょっと違う部分もあるんですけども、まず押さえるべきは純資産って何かというと、資本金と過去から蓄積してきた利益というもので構成されているというふうに覚えておいてください。株主から出資してもらって資本金が入って、そして利益が出て利益が積み増されて、それから銀行からの借り入れですとか取引先、いわゆる仕入れ先とかの買掛金、こういった資金調達をしてですね、それが手元に預金として残っていたり、あとは売掛金在庫、設備とか不動産に形を変えてこのように資産に載っていると、こういう形になっているわけですけども、強い会社を作るためにですね、大事なことはまずは BS のこの左上にあるお金を増やすことですよね。できればそのお金はこの銀行からの借り入れではなくて、純資産による調達でお金が増えているというのが一番強い財務体質ということになるかと思います。もっと言うとですね、この純資産の中でも利益ですね、利益でお金を増やせればいいというのは感覚的にもご理解いただけるかなというふうに思います。なぜならですね、純資産の意味合いとしては、いわゆる負債が借りたお金に対して純資産は返さなくてもいいお金です。最も安定した資金調達だということですよね。ただですね、今私さらっとこの利益の積み増しという言い方をしましたけども、この利益というのは本来は売上から費用を引いて出てきたものですよね。いわゆる損益計算書の話です。ただこの貸借対照表の中、今見ていただいた通りですけども、この中に売上も仕入れも、例えば消耗品費とか人件費とか、いわゆるなんとか費も全然入ってないんですよね。それは損益計算書の話だからですね。ただしこの貸借対照表に関して言うと、なぜか利益だけが BS にも出てくるんですね。貸借対照表側にも出てくると。ですからここでですね、貸借対照表と損益計算書のつながりについてちょっと改めて整理したいと思います。損益計算書はこの通りですね、売上があって仕入れ外注費などの変動費を引いて残ったものが粗利、そこからいわゆる何とか費と呼ばれる固定費を引いて経常利益が残ると、こういう形になるわけですけども、色を抜いてですねシンプルにしましたけども、この損益計算書はですね、ちょっと簡易的に経常利益までしか表示しておりませんけども、これには続きがあって、利益が出たら税金を払います。だいたい利益の30数%をですね、いわゆる法人税等という形で損益計算書に載ってますけども、利益が出たその3分の1税金を払ったら、残りが当期純利益と呼ばれる最終利益になります。いわゆる当期純利益とか税引き後利益と呼ばれるものがこの最終利益になるわけですね。最終利益 PL の方は1年間決算で税金を払って当期純利益が出て、それで完了ですと、こう終わりなんですけども、この当期純利益は実はですね、貸借対照表の方の純資産のところに利益剰余金という名前で同額が組み入れられます。ここで損益計算書と貸借対照表は実はつながっているんですね。この部分で両方ですから、同じ金額が出てくるんですけども、損益計算書では当期純利益、貸借対照表では利益剰余金という形で増えます。このように利益が出た分純資産が増えると、こういうつながりになっています。ですから2021年経常利益が出ました、法人税を払いました、そして当期純利益が増えました、同額純資産が増えました。翌年2022年同じように利益が出て税金払って、その残りがまた純資産として入りましたと。2023年翌年も無事利益が出て同額が純資産として増えましたと。こうやってですね、純資産が年々増えていくわけですね。仮に赤字の場合はもちろんこの純資産分から目減りする、減ってしまうわけですね。1000万赤字が出たら1000万純資産が減っちゃうと、こういう関係性になっています。
ですから、例えばですね、決算前になって、今期かなり利益が出そうだなと思った時に、税金を払うのが嫌だからといって、決算前にですね、固定費を増やす。まあ何でもいいから節税はないのかと、税理士さんに言う経営者もいるでしょう。実はそんなに必要ないけど、税金払うのが嫌だからということで、交際費ですとか、消耗品ですとか、そういったものをですね、駆け込みで支払う。非常に残念な経営者の方も正直いらっしゃいます。費用を増やすと固定費が増えるわけですから、利益が圧縮されて、税金も圧縮されると。そうすると、支払う税金が減ったので、その経営者の方は喜ぶわけなんですが、そうするとですね、当然ですけども、残った当期純利益が少ししか残らないので、貸借対照表側に入ってくる純資産も当然ですけども、ほんのちょっとになるわけです。そうするとですね、いつまで経っても純資産が積み上がらない、いわゆる弱い財務体質のままの会社になります。必要なタイミングでですね、節税をすることは大切です。会社のフェーズによってですね、やっぱり節税をした方がいいという段階は必ずあるんですけれども、我々もアドバイスをします。ただですね、本来不要な経費を払って税金を圧縮し続けるとですね、どうしてもやっぱり貧弱な純資産になって強い財務体質にならないんですよね。例えばこのコロナがまさに典型的ですけども、不況の中で7割8割売上が落ちてしまっても全然びくともしない会社っていうのはやっぱりあります。そういう会社は例外なくですね、この純資産を積み上げてきた会社なんです。節税ばっかりしている会社は本当にいつまで経っても純資産が小さいままになってしまいます。つまり安全性が低い、銀行からも頼りない会社と思われてしまうと、いざという時に借りられない会社が出来上がってしまうわけですね。ぜひこの純資産をですね、増やすためにもある程度の税金は払わないといけないと、そういうことをご理解いただければと思います。たまにですね、この純資産、いわゆる内部留保ですね、ばっかり増やして配当をしない、配当はこの純資産を取り崩して払うものなんですけども、配当せずに溜め込んでいて内部留保ばっかりしてるということを批判する、いわゆるテレビのコメンテーターみたいな方もいらっしゃいます。それはですね、外部から資金調達をして配当する、やっぱり大企業の話なんですよね。配当していない中小企業はたくさんあります。だから毎年ですね、着実に純資産を厚くすることを目指すべきだと、中小企業はですね、我々は思ってます。無駄な納税をするのではなく、で無駄な節税をしないということにぜひ取り組んでいただければなというふうに思います。それが強い会社財務体質を作る大原則になります。今日は以上とさせていただきます。